はい、どうも、さきです。今回のこの動画ではですね、認知症、物忘れですね、の改善をさせるための、散歩ということでお伝えしようと思っております。散歩はいいですね。ウォーキングについてね、何日か前にね、スタッフの田川さんも、はい、動画上げられておりました。ウォーキングはいいですよっていうね。はい。で、そのウォーキングもね、やっぱりご家族さんもそうですし、ご本人さんも、やっぱりこうね、ウォーキング歩くとか、散歩っていうのはすごい運動をするっていう中でも結構ね、結びつきやすいというかね。はい、運動イコール散歩でしょっていうふうにこうね思っちゃってる方も結構おられると、はい、いうことで、確かに治療に来られてるご家族さんとお話しさせてもらってても、そういうふうに、思われてる方も多いなと思います。実際ね、散歩っていうのはすごくいいと僕も思ってはいます。はい、でもどうせやるんだったらただただ歩くというよりはですね、認知症をこう改善させるための、ね、方法っていうことで、はい、そういうふうに取り組んでいく方が絶対いいじゃないですか。なのでね、田川さんの、動画っていうのもですね、ぜひ参考にしてもらいつつ、僕の場合、またちょっと、こんな方法もあるんじゃないかっていう、そういう提案みたいな感じでね、動画やっていければいいかなと思っております。はい。で、どんなふうにね、こう散歩を、こう意識してやっていくといいのかっていう、方法、お伝えしようと思うんですけれども、結論というかね、先に言いますと、歩きながら別のことを同時にやっちゃうという。はい。歩きながら別のことを同時にやっちゃう。これですね。何でもいいと思います。この別のことっていうのは、どんなことでも別にいいと思うんですけど、僕今日ね、一緒に散歩させてもらったね、その患者さんとかだと、歩きながら、何かものを考えながらですね、発言をしてもらうっていうね。はい、こういうことをやりました。はい、それはですね、世間話とかでもいいし、何かね、過去を思い返してもらうようなことか、声かけっていうかね、話題を振るっていうの。こっちがして。で、それに対してこう返答をもらうっていうのもいいです。はい。歩きながら何々をするっていう、これがポイントですね。はい。この何々しながら何々をするっていうね、この同時進行っていうのは、いわゆる二重課題とか言いますけれども、そういうことをするとですね、脳の前頭前野のところにも、刺激がいきますし、回り回ってね、記憶の方改善にもつながると。単純にね、有酸素運動、ちょっと息上がる程度の有酸素運動をするっていうだけでも、会話にはね、いい刺激がいくというふうにされていますんで、それでもいいんですけど、今回の僕の場合はね、もう一個、課題を上乗せしたみたいな感じにしちゃっています。はい。せっかくなんでね、ご家族さんに許可もらって、その時の様子っていうのをね、ちょっと今回この動画にくっつけさせてもらおうと思っていますんでね。はい。今でよければそちらの方もご覧ください。今日はそういう動画で、締めていこうと思いますんでね。この動画を見てですね、もしよかったら、チャンネル登録、いいねボタンを押してほしいなというふうに思っているんでね。はい。ここから先はご家族さん、患者さんの動画を、その時の映像をご覧くださいということです。では、どうぞ。じゃあ今からちょっとね、歩くん、スピードアップ。ちょっと早歩きね。早歩きぐらいがちょうどいいよ。いつも歩くスピードより早めに歩いて、ほんでちょっとね、息が少し切れるぐらいの感じで行きましょう。ほんでさっきも言ってたけど、早歩きしながらこうやって喋ったりとか、何か違うことを考えたりねするいうのが大事。そう、歩きながらね、このね、そう。だから2つのことを今同時にやってるわけです。歩きながら、そう、早足で歩きながら喋るって。結構でも今日風あるんでね、割と涼しめやね。そうですよね。ねえ。そう、ちょうどいい感じや。でも息上がってきたな、ちょっと息上がってきたなという時は、座って、ちょっと休憩でも挟みますからね。こんな感じで。普段家でも歩いてる？家でもというか、普段も歩いてます？ほら、隅田公園が近いから。おお、はいはいはい。家が隅田公園だから。なるほど。そっちの周りをね、ぐるっと歩いたり普段からしてるのね。そうです。美佐子さん別に杖ついたりしてないし、自分の足でしっかり歩いてるからね。いいことです。使えるもんはいっぱい使わんと。休憩。よいしょ。これ娘さんも見るかな。娘さん。息苦しくない？大丈夫。やっぱマスクしてるとね、やっぱ息苦しいからね、呼吸しにくいから。でも今こういうご時世なんでね、マスクしないといけないんですよ。そうですね。はい。ぐるっと回る？どうしようかね。ぐるっと回ってもいいし。こっちの道から行ってもいいな。こっちの道から行ってもいいですよ、はい、次ね。そう。息を整えつつやっていきましょう。結構ね、早足で歩きながら何かするってシンプルで簡単ですけど、やってみると結構ね、そうですね、
沿道がね、はい、ちょっとハードめやからね。もうこれするとね、結果記憶にも良いですよ。あ、そうですか。記憶力アップになるから。あ、そうですか。そう。うちね、隅田公園が近くだからね。はいはい。ね、一回りしたもの結構あるんですよ。おお、そうなんですね。うんうん、それね、でもね、あの日頃意識してやった方がいいですよ。うん、やってます。ね、いい、うん、いいことです、いいことです。いわゆる有酸素運動ってやつよね。そう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 。週3日ほどね、それやっといたらね、あ、あの、はい、海馬って記憶にいいとこ、刺激になるから。なるほどね。はい。意識して。じゃあ頑張ってやりましょう。おー、いいじゃないですか。